あの、すごい質問だけどね。うん、お全体の、そう、そうだね。そうそうそうかな、うん、はい、3月29日、はい、火曜日に、うん、しゃべりの TV という、公開生放送がございます。はい、下北沢ベイドさんにて、はい、18時から22時まで4時間しゃべりっぱなしのトークバラエティ、はいはい、私たち S-Voice のメンバーも出演します。よろしくお願いします。時間がある方はね、ぜひぜひ遊びに来てください。はい、3月29日ということで、火曜日よろしくお願いします。はい、はい、で、もう一つ、はぁ、あ、そうそう、あれだ、あれ、あれ、はい、そうあれ、3月30日水曜日、はい、30日水曜日、24時半より、我々 S ボイスが総出演していますラジオドラマ鳥の国の春子、こちら第5話か、5話第5話が放送されますんで、ぜひ皆さん聞いてください。お願いします。お願いします。お願いします。なんか軽くキャラの声やりたいな。キャラの声いきなりだな。はい、そんなわけで、カギ爪の道場役とコンドローをやってます。よろしくやなるほどね。春子からじゃないっていうね。春子をとりあえずいいんだ、いいんだ、いいんだ、順番にやっていこう。ほんとぶっこんでるね、この人。順番、あ、じゃあこちら、鳥の国の春子の、お母さんフラミンゴ役をやらせていただいてます。でも5話からだよね、キャラ崩壊するのって。そうだよ。どういう、どういう、何を聞いた、聞いた、聞いた、聞けば分かる。すげえいい見せ場があるから、なんか、ね、チャラポラになっちゃってるから。春子さん、はい、ラジオドラマ鳥の国の春子ハルコさん、真面目にやってください。おセバスチャン役、橋本涼です。そうだよ。早くしてください。怖い、どうしよう。本当に怖いんだけど。私、ハルコ、鳥の国のお姫様、よろしくお願いします。立て、立て、強くいくよ。心は強くね。羽はないんだ。そうなんだ。はい、行きます。大も手を挙げろ。ヨルダンド役、アミーです。かっこいい。本当にダメダメなお姫さんだ。ベルク役、引き換えゆきです。またこういう役をやらせてもらってます。っていうか、みんなすごいな、ポッとセリフ出てくるのすげえ。いや、めっちゃ考えてよ。本当本当。はい、こういうメンバーがね、総出演でのラジオドラマとなっております。はい、はい、ぜひね、はい、ぜひ見してください。お願いします。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。